はい、ということでオラキオチャレンジ始まりましたけども、今日は今回ですね、まあ、ずっとこう、まあ、今回オラキオプロジャンプなんですけども、うんうん、今までずっとこう飛んでるパターンが多かったじゃないですか、はいはいはい、ただもう車を越えるってなった時に、うん、やっぱ助走大事じゃないですか。そうだね。なんでちょっとオラキオさんがどれくらい速く今回走れるかっていうのをまず検証して。あ、まあそうだね、助走を速く走れないと跳馬ね、跳び箱、まあ要は体操でいうところの跳び箱も助走大事だからね、はい、そういうことです、うん、車にまあより近づくために、はい、走る方もやっていこうっていうね。そうですね、うん、なんでそこでちょっとまあどれくらいまず走れるかを検証して、うんうん、まあ、遅ければちょっとそれを助走の修行もしていこうかなと思うので、まあそうだね、徐々にね、いろんなアプローチで車に近づいていければね、はい、うん、なんでまずちょっとその、うん、走りの方ですね、うん、ちょっ と, 検証させてもらうので、うん、まあ、ちょっとプロテクターじゃあやっちゃおう。はい、ちょっと持ってきます、うん、でちょっと先にヘルメットを、はいはいはい、うん、ね、これをちゃんとつけて、もう自破だこれ、ほぼ自破だこれね、自破だ、髪の毛まとまっただけ、これ綺麗に守られてますね。なんもない、これ守るやつ聞こえる、頭、これ頭の音。いや、この間のシャンパットで頭のところだけかけてるとこちょっと守れてないって言ってたんで、うんうん、あったね、はい、いや違う違う違うって、そもそもヘルメットでいいんだって、こういう俺の地肌とかハゲてるとこ隠そうとかそういうじゃないんだって、はい、言えないですか、硬いんだよ、頭から落ちたらどうすんの、これで守れないよ、これ血が目立たなくなるだけでラキオーチャレンジ。じゃあちょっと 20m 走をちょっとさ一回どれくらいのスピードで走れるかちょっと計測してみようかなと思うんですけど、うんうん、大体20m の平均が3秒ぐらいなんですよ。3秒、はい、なんでオラキオさんプロジャンプつけてるんで、うん、まあ、何秒ぐらい目標でいきますか。2秒、2秒ぐらい、2秒、まあ3秒切るだろうね、2秒台じゃあちょっとそれ、うん、まずちょっとどれぐらい走れるかちょっと一回やってみましょう。 OK では行きまーす、よーいスタート。出た、最速出た。何秒ですか。最速出た。5秒ぐらいかかってます。5秒。どうでしょう。このペース。かかったちゃんと。はい。だってプロジャンプつけた方が早いに決まってんじゃん。めっちゃ遅かったです。え？めっちゃ遅かったっ。ビョーンボーンって。なんか測らなくても目で見た感じがもう遅かったですね。そうでしょ。本当そうです。もう一回一応やってみます。ちょっと大股で飛んだ方がいいんじゃないですか。よく VTR で大股で飛んでるじゃないですか。まあね、次ちょっと大股でチャレンジしてみます。大股ね。よーい、スタート。何秒？スパルト。6秒7秒。なんでそんな遅いの？めちゃ走ったのに。スパルト。ちょっと。マジで痛いやつ。ちょっとやっぱ遅いんで修行しようかなと思って。何の？ちょっとあっちに、うん、ターザンの遊具があるので。うん、それとちょっと競争してちょっとスピードを上げようかなと。分かった、はい、それ砂下、下砂、下砂、アスファルトじゃない、アスファルトじゃない、よしやる、 OK。 オラキオさん、これさっきのこけた衝動でちぎれちゃって、そうだね、ちょっとクラッシュしちゃったね、ちょっと壊れちゃったんで、今日ちょっと撮影難しいかな。いやー、ちょっと悔しいね。プロジャンプかなりやっぱこういうやつだからかなり丈夫にできてるはずなんだけど、ち
ちょっとそれぐらいの大クラッシュだったってことだね。そうですね。まあちょっと 見せれるかな。ちょっと結構なクラッシュやっちゃったから。うわ、うん、これちょっとまあ内部的にも、はい、これまあ病院行ったら何かしらの診断名出るやつだね。擦り傷ですね。でもまあやるよ、俺やれたら。俺はプロジャンプやりてえけど、はい、うん、体重が重いんじゃないかなと思うんですよね。あの今日もあんま飛べなかったじゃないですか。でも体重かけた方が飛ぶって跳ねるっていうのあるよ。なんかあのプロジャンプのビデオを見てるとみんなやっぱ細い鍛えてる人が、はい、多いんで、ちょっとこのプロジャンプ修理する間はちょっと減量 ちょっと筋力トレーニングちょっとしててもらっていいですか。そして治り次第またちょっと車プロジャンプ車への挑戦をちょっと再開したいと思いますので、うん、そうね、まあ、肩治るのにね1年、いや肩はもう明日になったら治ってると思うんで明日になったら痛くなるパターンこれまさにこれ今ちょっとアドレナリン出て大丈夫ってなってるけど、はい、これもうやばいよ。俺触った段階でこれちょっと骨なんか違うもん形が。これやれない、これやれない、しばらくあのすぐ修理するんで、ちょっと筋力トレーニングと減量だけちょっとお願いします。痛い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 、上がった上がった、痛い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 、 OK です、ありがとうございます。ちょっと肩上げれます